カート・トーマスはアメリカ合衆国テキサス州ダラス出身のバスケットボール選手。身長206センチメートル。体重106キログラム。主なポジションはセンター。テキサス・クリスチャン大学ではパワーフォワードとして活躍し、平均17.4得点9.0リバウンドを記録した。特にリバウンドにおいては大学歴代三位の記録を残しており、この頃から ディフェンスの名手として知られていた。1995年の NBA ドラフトでマイアミヒートから全体10位で指名されて NBA 入り。1997年2月14日、プレドラグダニロビッチ、マーティン・ムレセップの保有権とともにダラス・マーベリックスのジャマール・マッシュバーンとのトレードに出される。1999年1月22日、 フリーエージェントの権利を獲得したトーマスは、ニューヨークニックスと契約を結んだ。2005年の NBA ドラフト開催日の6月28日、リジョン・トンプソンとの契約権とともに、フェニックス・サンズのクエンティン・リチャードソン、サンズが指名したネート・ロビンソンの契約権、現金とのトレードに出された。2007年7月20日、2008年と2010年のドラフト一巡目指名権とともに、 シアトルスーパーソニックスの二巡目指名権とのトレードで放出された。これはトーマスの年俸800万ドルをペイロールから放出するためであった。2008年2月20日、ブレントバリー、フランシスコ・コエルソン、2009年のドラフト一巡目、指名権とのトレードでサンアントニオ・スパーズに移籍した。2009年6月23日、リチャード・ジェファーソンとの交換で、 ブルース・ボーエン、ファブリシオ・ベルトと共にミルウォーキーバックスに移籍した。2010年7月26日、シカゴ・ブルズと契約を結んだ。2011年12月11日、ポートランド・トレイル・ブレイザーズと2年契約を結んだ。2012年7月16日、レーモンド・フェルトンと共にニューヨーク・ニックスに放出された。2013年4月12日、解雇され。 事実上の引退となった。ペイントエリアでの肉弾戦を好むインサイドプレイヤー。ナチュラルポジションはパワーフォワードであるが、NBA でのキャリアのほとんどをセンターとして過ごしている。センターとしては少々アンダーサイズであるが、ディフェンスにおいて当たり負けせず、リバウンドに長け、中距離からの正確なジャンプショットを武器とする。ミスの少ない堅実なプレイヤーと評される。 監督の起用法に不満を言わず、若手の面倒見も良く、チームプレーができる、頼れるロールプレイヤーであることから重宝され、数々の競合チームを渡り歩いた。ありがとうございます。